バグったバグった。あー、はい、バグった、うん、何これもう、セキュリティ死んでます。30秒で頑張ってください霊界の方。ちょ頼む頼むって、みんな頑張って。じゃあ行きますかね。はい、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 すごすぎるピカクロス、怖い。ピカクロスの恐怖。クルーメイトからのマッドメイト、真のクルー、押しますよ先輩、僕が押させてくださいよ。あ、じゃあ俺も、おお、あら、死ぬんだ。ネロシン・ゲンが少なくともミーティングにいます。はい、はい、多分展望で K さんが停電直して手紙が見てます。はい、停電が一番右左から2番目の順で上がって直りました。停電が2番目の時にバンオルフ開いてるから、あ、うん、なんかその3人見た気がする。自分はメインターン脇です、初戦です。あ、もつ俺だけだっけな、多分俺だけのはず。トータス・オマオジ・ガミ系あたりぐらいじゃなかったっけ。ガミさんだけエンジンぐらいから来てるんじゃないかな。あ、そう、そうです、うん、トータスだけしか俺見えんかったけど、武器は俺が配線やった後、武器庫の下行こうとしてるときに、ハンバーガーやってる K さんと、武器庫が入ってくるガミさんだって。はい、ジミア君が侵入できないからガミさんはキルしてないと思う。トー、うん、オマ・ガミゲン、その中で俺だけ可能性あるんじゃから最後、そうそうそう、うん、武器庫下やって、うん、今天、展望の方に戻ろうとしてるところから。ゲンじゃないです、そう、K、 K ですね、トーオマガミ K。 厳密に言うと多分ガミオマ K の3人しか白出し合えないと思う、うん、そう、あとそっかでネロちゃんもだ無理だよね。うん、ミーティングにいたのがネロ、ネロゲン、シンタロウ、ピカ、コさんにも無理。ピカは、ガミさんと一緒に湧いてるんですよ、エンジンで、はい、エンジンで、で武器庫一緒に入ってるはず。はい、で私武器庫両方のやつをや直しに行こうと向かうところで終わってるから多分できない。そうですね、僕目線は武器庫にピカクロさんを置いてキッチン入ってるんで、まあ、藤宮さんはそっち入ってきてしかないと思います。そう、完全な白はちょっと難しいですけど、だからその場合ってでもどちらにせよ多分脇位置でプテさんとかで潰されてないとおかしいかな。そうですね、メインはね巻いてないんでアーカイブはいないってことこれ。じゃあピカさん、あ、そうか、エヴァ一応ね、僕は除染に入っているんで、まあアーカイブで湧いた人がメイン通っててもわからないんだが、蓋はしてないけど、まあメイン湧きは僕なんで、まあ高田さんなのかなって感じかな。高田さん、大丈夫、高田さん貨物だけでしょ。貨物だよ俺、うん、多分ね、たぶんいないから単脇ですよ、多分藤宮はいない、いや、多分いないはず。なんでそんな自信ないっすか。ポーズつけらんねんけどな、やるならローラーよ、釣り始めんならローラーよ。うんうん、色早いな、しかし。ナイスボタン、ナイス。これもう高くて2択なんだったらローラーしてもいいんじゃないですか。野田さんが白出ない理由って何ですか。投機家の要素があるんじゃないの。まだできれないって感じか、その二人は。いや、私は多分ほぼ、まあ、私があるんだったらプテピカクロスしかないかな。トータスに白が出ない理由としては、キッチンから出て武器庫が石油どっちかに抜けていってる可能性があるから。うん。うん、それは停電なってから、それともなる前。なる前、なる前。なる前に移動しているのを見てるから。うん、っていうのがあるけど、まあ武器の方にピカさんがいるのであれば、あるとしたら石油側、まあでもメイン貨物で見られてないんだったらそこに入れないですよね、うん、って俺も思った今、うん、そう、うん、でメイン、まあ、アーカイブ分けした人がメイン一直線で通り抜けるってもうマットぐらいしかないと思うから、基本的には藤宮がアーカイブで湧いてる場合はメインを通り抜けないと思うから、まあないと思います。まあ基本高プテのローラーでもいいかもね。
うん。大丈夫そうな気がする。今ちょっと、高田さんとセットでほぼ動いてて、お土産されなかったんですが、停電が早かったので、キルクル止まんなかったのかなとも今ちょっと考え直しました。停電めっちゃ早かったよね。うん。でも多分30秒は経ったかな、今回のターンは。あ、経ってそう。うん。フラットだな、じゃあ。それで言うと自分も結構な人数と会っていたので。ただね、高田さんがなんか覚えてないみたいなこと言うからね、高田さんマットもあるんじゃないかと思って、僕とローラーしに来たのかなとかも考えたから。高田さんマットだった場合って誰も切れないよ。いやいや、トータがそれでトータスピカが切ってパターンあるかなと思ったけど。うん。ミクロのライン？だとしたら私もトータさん助けた方が良くないか？武器庫にいましたとか。なでも基本僕はローラーでいいと思ってますよ。さっきの証言がなんか、うん、多分言ってたから、どういう主張なのかなと思ったんだっけ。これ手数で高くてなのか、まあいいけどな。まあなんか基本的にそれ以外がなさそうなんで、カワイとかも別にいいのかなと。何にも関与してないから、まあそれでいいんだったら任せます。うん、なんかローラーしとかないと君の地位でこの卓を迫られたら結構むずいと思うんで、うん、今なら間に合うかなって。今の卓は結構いい勝負になるな。まあ、正直俺マジで何も分かんない。俺も金庫前にいただけだから。スキップ1票誰だろう。あ、僕です。オケイさん。まあまあスキップは分かる。コミュートか。ミーティング。ミーティング。ミーティング。おまおじさんかな？いや、おまおじさんは来てない。いや、おまおじさんはね、ヌーンで左から右に来てて、私それを乗り換える形で右から左に向かい、ピカさんが宿舎前から左に来てる。デポイって思っちゃったな。意味わかんねえもんな。僕左直して上に変えた上がったところで、ネロちゃんの死体が見えた。ああ、じゃあ、ケイさんに誰かが白打てますか？いや、3人持ってられたか。初的に関わってないしか出せないと思うし。そしたら、高田ケイです。もしくは高田さんクルーでなんかぐちゃぐちゃにされてるかわかんないけど、自分はやってないので、まあ、ローラーされて2キル取られたらきついけど、Kさんまで釣ってほしいです。うん、おもちゃん、ちなみに僕切れそう？いや無理ちゃう。だって左入力したの Kさんしかおらんかったで。俺、Kさんだけを左入力とかではなくて、でも切れる人が自分視点でネロちゃんしかいないから、まあ、他の人から白出て決め打たれちゃったんだったらしょうがないけど、基本的にはそしたら高田さんで1枚落ちてるんで、安心して。の情報が新前提だった場合は、初号機右に新おまがみを置いてきてるので、この3枚は大丈夫です。で、俺は K さん1人だけが入力してる状態の左を置いて、ヌーンで右に行ってるから。最後戻ってきてますね、誰か。で、そのモータがゲンさんやから。うん、あと、ピカさんも大丈夫かな。宿舎前から、初号機左だから、うん、ミーティングには届かない。無理ですね、上がれてないです。まあ、経営高だった場合に焦って計算が切る必要性があんまないと思うんで。まあ、いや、裏視点で、うん、多分僕のお土産に見えてると思うんだけど、まあ、焦って切るっていうか、普通に僕のお土産に見えるから切ったのかなって思ってるから、もう自分視点で計算がほぼかくってるってところを考えつつ、まあ、ローラーは完遂してもらっても大丈夫。うん、そしたら高田さんは黒になるよね。ピカさん4票。ピカトタスが無理になるから。プテさん4票って、あ、でもネチャ死んでるからいいや。あ、まあ、一応、慎太郎はプテさんに人を入れてます。俺は入れてないです。これプテさん、高田さんかな。高田さんに入れてる。同じくです。うん、あ、じゃあ2人しか出ないんだったら確定でいいんじゃない？慎太郎トータスは。うん。プテさんだと思いますよ。僕は死体しか見てないですけど。うん。まあ計算ですね。高計かな。死体はどこに？結構攻めましたね。ありがとうございます。死体はどこにあったんですか？あ、死体ミーティング上がったところの上にボコッチョってなってるじゃないですか。ああ、じゃあ、プテさんのボコッチョってやば。説明少なかったけど、俺ボタン前1回行った時にプテさんおったから、ミーティングに。うん、ボタン前いましたよ。それを置いて、俺ミーティング、あ、じゃあ、リアクター直しに行ってるから。いや、ボタン前、僕ボタン押してるからね、これ。どういうのから会えられるかどうかやな。あがきましたね。投票から。相方のキルクール見れるんだ。うん。あ、死んだら見れるね。
見えても関係ないね。関係ないね。正直。何にも関係ない。うん、幽霊から見えてもしょうがない。ピカさん。お、ピカさん飛んだ。こっちには誰もいないよ。いるんだけどな。キルボタン連打してて、現行犯になりそう。だ。いいね。慎太郎がまたバレそう。回避してる、回避してる。お、これなかなか、どうだ、行く側行くか、あ、行かない行かない行かない、耐えてる耐えてる。おー、これは。行ける？でもね、慎太郎 K がね、白取り合っちゃうんだよな、これ。お、行かない行かない行かない、耐えてる耐えてる。ただここで2キル取ると、うん、2キルできない理論が、他が来る。うわ、あ、計算がつける。バグったバグった。あー、はい、ゲンさん。バグった。何これもう。セキュリティで死んでます。結局。で、停電、あの、シン様僕開けてるタイミングがあったじゃないですか。はい。停電の前だったね。うん。あの時に、あの、見に行ったらもうすでに死んでた。おー。で、死体を探して動いてた。ちょっと怪しいやんじゃ、俺。そう、おマシンがエレキにいたから、エレキルートはその二人で、キッチンルートが他の人って感じ。最後、停電最中、トータスさんと私で、エンジン、コメローか、武器庫って順番にドア開けてるんだけど、キッチン側のそっち側のドア閉まってた。ああ、そう、全部閉まってた。全部開けていった、今。で、今、展望入ったところで終わり。うん。ガミはほぼ浮いてて、今、昇降機右で停電直そうとしたところですね。はい、で、まあ見てないですけど。重すぎだろ。今、最後、慎太郎君と俺、多分重なってると思うねんけど、そうですね、僕はずっとエレキでガシャコン助けやってたんで、おもちさんとも2回ぐらい忘れ違ってるかな。もう多分ずっとかな。ガシャコンやり始めてから多分ずっと一緒で、途中 K さんとも一緒やったと思うねんけど。でね、シン様はあのキルがね多分できないんだよ。僕、うん、エレキあのできない、できない。俺もそう思うね。うん、確認した後にセキュリティの方まで行って死体発見だから、そこまでいけんと思うのよね。俺も常に慎太郎くん背中に背負う形で1と4とか7をよく通過してて、抜けていくときは多分見れると思うから。慎太郎目線って思う人は、まあ、まあ 100% 無理とは言い切れないけど、難しそうではあるって感じ。本当に目を離して一瞬で切るぐらい。思うさんの場合はね。タスク状況どう？5 3 4 3。あ、ちなみにこれピカさんとトータスさんはお互いどう見えてますか？俺はとりあえずで、お互い、まあ、その何、停電中からは、もう一切、ほぼ目離してないぐらいの勢いやけど、そう。うん、その前の動きは分かんない。分かんないから、なんとも言えないね。ただ、一回どこで撃ったかな。メインぐらいで一回、あれ、メインぐらいで会わなかったっけ？メインぐらいで会って、金庫で、うん、あの、お互い指定してって感じで、その後でしょ。いや、ピカモモに見えるんだよな。初手切りもなんでそんなに白取り合えるんだよって、めっちゃ不思議だったんだよな、あれ。白取り合える？なんか、あ、いや、まあ、いいです。とりあえずはないよ。いや、テスラないと思う。うん、一応僕、フテさんがインポスターと思ってるから、トータスさんの投票だけは評価できるんで、そういうことそこだけかな。うんうんうん、トータスさん評価できる。あ、帰ってきた。あらあら、ここに来て票が、ね、あるんじゃないの。でも、なんかトータスさんから、白出るんだったら。うん。京都が一番いい形というか、展開的には。いいねえ、うん。やっぱ即キルペよな。タスクブルーって嫌だからな、うん。頑張れ、ピカさん。いっぱいキルするんだ。いやピカさん結構慎重タイプだから。うん。ピカさんがガチで体調悪いな。いや、もう苦しくて苦しくて。ゲームオブスローンズ見ましょうよ。だから、ゲームオブスローンズ。4日間ぐらい使われますよ、フルで。よっ、まつぶり。1日何時間見て。1日何時間くらい見るんだろう。結構見れちゃうんだよな、俺。10話ぐらい見れちゃうから。やばない。気づいたら夜から夜になってるとかありました、ね。夜から夜。いや、夜から夜。やば。ありましたよ、本当に。1日か。あれ、これキル入ってる？入ってなさそう。これ切れないんだ。ホータスと。マットだよ。マットっぽいな。おま。おまま。えっとか。ナイスナイスナイス。あらららら。確か1下上がっててほしかったな。うん、上がっててほしかった。でもだいぶ進みませんでした。私ももう終わるんですけど、うん、僕も30秒で終わると思います。死体発見モードに切り替えてた。いや、僕もあと6あるんですよね、確実は。よかった、僕の進める。あと4でも割と早いと思う。俺3つやけど、一応アドミン壊れてました。はい、頑張ります。
一応さ、計算がピカトータスが怪しいと思った様子をもう一回教えてほしいかな。あ、なんか初日、おまおじピカトータスあたりが真ん中に出て、なんか手でもあったのになんでそんな証言いろいろこの3人でクロスして出せるんだろうっていうのが嫌だったから、ふてたかのあたりの釣りをしたくなかったなって。そもそもの話として、私の位置情報出てるのってガミさんだけの情報で、はい、停電周りにいたのってのがガミ羊飼い系トータスオマオジあたりだったと思うんだけど、うん、どういう認識でそうなったのかよくわからないかな。いや、僕はただガミさんを見てガミさんは白だよって言ってるだけで、オマトータスの部屋なんでわかんないですよ、全然。いや、だから今のケイさんの話だとなんだろう、そのごっちゃになってるのがよくわからなくて、トータスプティハシを釣りたくないってのが、あの話として通ってないに聞かれたからどう思ったのかな。そう、あ、そこで白取り合えるのがよく分からずに、プテさんがそこをすごく、あ、じゃあそこ切れるならプテ高でいいですよって言ってたじゃないですか。あれ結構請求だなと思ってたんですよ。でそこ多分議論に関係ないから別にいいです。ああ、そういうこと、うん、この議論を盛り上げたところ。議論と全く関係ないとこですけど、ピカクロスめっちゃ怪しいですね。このあ、分かる分かる。あれ、私、弁当タスクやっててぐるって一回回ってるだけだから。やその証言を聞いてなお怪しくなった。弁当タスクしながら動いてるやん、じゃあ。そう、いやいや、違う違う、弁当タスク終わって動き出そうと思ってくるって動いたってことよ。あ、やり終わったってことだ。そうそう、終わった後。あ、これは単なる私のね、記入力の手癖だから、それを疑うのはしょうがないと思う。ごめん。初日あれやんな、キッチン展望付近の話やんね。そう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 。むしろ俺、おまじからも白出えへんよねって話してたと思うんやけど。そう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 。それならわかる、うん。それはわかる。あくまで俺ら3人が固まってたら、うん、そう。3人からは出ないよねって。そうそう、その、うん、そう、その計算神さんおまじの3人が白いけど俺は出ないよねって話やったと思うんやけど、うん、俺なんかそのタイミングで白を取り合った思いがあんまりなくて、うん、うん、じゃあごめん、なんか別にそんなに深い意味はない。でもあくまで、計算がメイン塞いでるから白いかなっていう、そう、あの時、うん、可能性あるとしたら俺なんじゃないっていう話だったんじゃない。うん、プテタカに絞るのが変って言ってる感じです。ああ、なるほど。ないんだ。どっちみちタスク処理ないし、これ。うん。耐えたね。神経がもう、釣りでかつルート。釣りでかつルートしかない。でも今、うん、死んだらボタンを押してたボタンがもう。頑張れ、頑張れ。千里眼でいきますか。ただ、クルーの。これ、マットは誰なん、結局。トータスさんでしょう。トータスさんなんだ。マオジさんがマットだったらさすがに、さっきの発言、まあ、そうだね。いらないし。でもそうするとなんでピカさんが切らなかったんだって。ねえ。あ、慎太郎死ぬ。お、うーん。いいね。でも慎太郎キルされるんなのにキルされてもワンチャンタスクが。お、慎太郎動いてないけど。いやでも計算は切れないね。計算は切れてないねこれ。いやもう2キルして PP 行くんじゃない。うんうん。おリアクター。これは2キルルートですね。いいね。あ、でもトータスさんが肉をスルーした。計算はタスク優先か。ためてる、ためてる、ためてる、ためてる。直すの？直したね。あら、直した上でキルさ、これ上下入れ替わった。ボタン押した。いいね。あ、いける。じゃあ僕タスク終わってるから、慎太郎くんってタスク一番残ってた。あ、一番残ってた。うん、うん、僕終わったタスク。俺ラストだ。俺あと1個やから絶対に終わってます。ラストキップだ。あら、バイタルカメラアドミン全部潰れました。はい。潰していってんの、もしかして。いやいやいや。僕が潰したのはカメラだけです。他は潰した。多分カメラ潰しに行ったであろうなという現場見ました。俺もエレキですれ違ったから、あの後カメラずっと見てたんかな。カメラには何も映らず。何にも映ってません。あ、でもカメラも3秒しか残ってなかったです。あら。あんまり言い訳にはちょっと。あまり言い訳にはちょっと。慎太郎やぞ、残ってんの。あんまり。え？楽勝やろ。多分ミュートする。そんな暇もう死んで。やばいやばい。そんな焦る。おみさぼ妨害なことですからね。この慎重さが吉と出るか。何？お、開いた。ヘイさん切ってまずいのでは？いやいや、ピカクロさんが切ってましたよ。ガミさん切ってたよ。
いやいやいや。あれじゃあ、ガミさんに入れよう。ガミさんが現行犯であることは間違いないんだけど、またマットでなければって感じかな。じゃあ、僕はスキップします。ああ、一応ピカクロスさんに入れます。クルーの方、ピカクロスさんに。え、入れようよ。俺も見た。え、ガミさんが来てたやろ。お前、マジか、お前。えお前、マジか、お前。えそっち側え、ガミさんが切ってたって普通に。ちょ、あかんやん、これじゃあ。切ってない。え、ガミさん30秒で頑張ってください、霊界の方。ちょ、頼む、頼むってみんな頑張って何をそんなに焦ってた大パニック。どっちがピーピーしてるかよくわかんなくなった。なんなんだ、今。頑張れー。騒がしいな。頑張れ、ごめん、みんな。頑張れー。慎太郎隠れろ終わんないよ。隠れろ、みんなことあるよし、慎太郎邪魔しろ。おい隠れろ。これあの何やここ周りを頑張れ。ちょっと通信が妨害されるこれで。頼む。全然見つからないで。マジ隠れろ。おお。危ねえし。やばいから。ごめんステファン。ちょっと下手こいちゃったな全体的に。やばいやばい。ボタンのキールのターンね、上か下かでね、上行ったら勝ったねあれね。いやそうなんですよ。リストにも乗られちゃうし。勝手に。勝手にクルーやと思ってたトータスのこと。マジお前マジか。怖いですね。びっくりした。どっちがマットだと思ってたんですか、マスさん。いやそうね。どうだと思った。ピカクロスであのマットやと思って、もうマット落ちやと思ってました。僕現行犯見たんで。ああそういうこと、ね。ピカクロスはずっとマットやと思ったんですけど、現行犯見たんで。